寺巡り楽しみだね。そうだね。まず最後にあるチェーゴミューへ出発しよう。え、チェーゴミューはシャーティンにあるんじゃないの？あるはあるけど、一番古いのは最後のチェーゴミューなの。470年の歴史もあるよ。昔チェーゴンという将軍がいたんだ。この方が行くところ、その時代に起こった反乱や伝染病も全て収まったの。だからチェーゴンを称えて祀られたチェーゴンミューにある銅像は幸運をもたらすと言われているんだよ。もともとは西宮にあったチェーゴンミューだけど、住民の希望もあって他の場所にも建てられたんだよ。そうなんだ。私も家族の健康のためにしっかり祈らないと。次のヤオマデイのティンハオミューに行こう。とっても人気のお寺だから私も行ったことがあるよ。カオさん行ったのは真ん中のティンハオミューでしょ。今回紹介したいのは左側のセンウォンミューだよ。隣はお寺があったっけ？そうだよ。昔川にいる幽霊が人間の自分たちの仲間に引き入れようとしていた。でもある幽霊は心が優しいので、住民が川で死にかけた時には毎回助けてくれたんだ。神様はそのことを知って、その幽霊を仙翁爷という住民の安全を守る神様にしてあげた。あ、そうだ、今回仙翁廟点解不可放置好亲。あ、私これ知ってる。直訳では、せっかくだからおみくじを引いてみませんか、だけど未来を知るチャンスをつかもうという意味もあるよね。カルメンさん、一緒に引いてみようよ。最後は神話のマンモミューに行こう。あ、これ知ってる。前にマイバスのオンラインツアーで紹介したことがあるでしょ。そうなんだ。じゃあカオさんから案内してもらうわ。左側にある建物がマンモミューで、名前の通り文学の神と武道の神が祀られたお寺だよ。天井からたくさんの渦巻き線香が吊るされているのが特徴だよね。祀られている神様への敬意を表するためのお清めの意味と、煙を絶やさないことで神への思いを絶やさないように長時間燃焼を続ける渦巻き状の線香が使われるよ。大きいのは1ヶ月、小さいのは7日間燃え続けるんだって。その中心にある赤い紙に願い事を書いて、線香が燃え尽きると願いが叶うんだって。ちゃんと伝説ガイドさんの話聞いたね。多くの人はマンモミューしか知らなかったので、今回紹介したいのは隣の立仙宮という東京の神々が祀られたお寺だよ。真ん中は観音仏像で、壁にある仏像たちは十二支の神様だよ。毎年十二支は順番でメインになって、その年の江戸と相性が良くない江戸に生まれた人は1年間運が良くないと言われているよ。旧正月には伝統的なイベント十大祭が行われるから、いろんな仏様に一つ一つに丁寧にお参りして、平安順調の1年になるように祈っているよ。なるほど。来年は何の江戸なの？私もやってみたいな。右側の金尊は初期の香港で西洋の地方制度に不慣れな肝心のために契約や裁判、朝廷の役割になっていたの。普段はお寺に行くだけでその由来は知らなかったな。他のお寺にも行きたくなっちゃった。